おはようございます。今日は私からご報告があるんですが、報告も入ってないですか？抜かれてる。もう一枚。あ、これ質問か。一点あります。先ほどですね、閣議において、人事の件でですね、ご報告いたしましたが、独立行政法人高齢者障害者求職者、雇用支援機構理事長を新たにですね、湯浅良樹氏をですね、新任任命をするということでございます。10月1日付でございます。了解が閣議において得られたということでございます。私から以上です。それではご質問お願いいたします。管理者の情報通信の質問です。新型コロナウイルスに関して2点お伺いします。先週厚労省は抗体カクテル療法の自宅投与を条件付きで認める通知を出しました。すでに大阪府が自宅投与を実施したと公表していますが、その他の地域によるご報告してください。また30日までとする緊急事態宣言を反映防止で重点的に進めています。解除の見通しと現在の感染状況をどのように見ましたか？ですね、まず1点は、ロナプリーブですね、これをですね、どのような形で在宅でという話でございました。今大阪のお話が出ましたけれども、現状ですね、国の方で、確認を、体制の確認をお聞きをした上でですね、在宅での対応という形をですね、お願いいたしておるわけでありまして、もう数件、そういうような形で準備、それから調整、入っているところがございます。まだこれ言えないもんですから申し訳ありません。あと大阪以外にもう一都って言うと分かっちゃう。体制整えて、対応いただいている都がありますって言った場合じゃない。あります。そういう状況でございます。やがて多くの地域からですね、そのような、地域といいますか、多くの機関からといった方がいいかもわかりませんね。要望が上がってくると思います。確認のためのでありますので、一定程度まで増えてきますと、これはもう国の方では対応できませんので、そうなってくればしっかりとした基準を都道府県にお示しをしてですね、都道府県で確認をしていただいた上で対応いただくという形になってまいります。順次、ご要望があれば、今国の方で対応させていただいている最中でございます。それからですね、解除の話が出ました。1週間の移動平均見ましてもですね、やはり、かなり、低下傾向であることはこれは間違いがないわけでありまして、1週間移動平均3426人ですかね、やはり前週比 0.5 倍ぐらいだということであります。来週といいますか、この解除までの日数を考えますと、このままですね、低下傾向が続けばですね、大体のエリアというかほとんどのエリアでですね、解除する一つの基準に近づいてくるわけであります。下回るところも出てくると思います。そういうことも踏まえて、専門家の皆様方のお話をお聞かせをいただいてですね、最終的には総理がお帰りになられたところで判断をしていくという形になってくると思います。これ解除になるかどうかまだわからないんですけれども、仮に解除になったとしてもですね、やはりそこはリスクの高い行動はなるべく避けていただかなきゃなりません。専門家の方々、冬に向かってですね、また波が来る可能性があるということもおっしゃっておられます。それからワクチンをですね、これからワクチン検査パッケージという形でですね、実証を内閣官房の方でやっていただくと思いますが、ワクチンを打っていただきますと一定の重症化、発症等々のリスクは下がると言われておりますし、感染に関しましてもですね、一定のリスク低減になるのではないかというような、そういう研究も世界で
発表されておられます。もちろんこれでデルタ株になってちょっと状況も変わってきているわけなんですけれども、そういう意味ではですね、ワクチンを打っている方々はですね、確かに一定のリスクは下がっていますが、それでもですね、やはりあえてリスクの高い行動をしていただく必要はないので、しっかりと感染を防ぐ、対応はですね、これはお願いしていきたいというふうに思っております。はい、はい、支店の酒井様、今の関連支店なんですけれども、仮にですね、宣言が解除になった場合、そういった地域にまん延防止等重点措置、これの適用がですね、適用させる、適用するというか考えが生まれたのかいかがでしょうか。それは内閣官房の西村さんのところの方で、ご判断、最終的には専門家の方々とですね、議論をいただいて、その上で分科会の方で、専門家のご意見をいただく話になってこようと思います。最終的には内閣全体で、我々判断していくことになると思いますが、やっぱりどれぐらい数字がですね、基準となる数字が下がっていくか、病床使用率でありますとか、あと入院率でありますとか、そういうものを見てですね、最終的には判断をしていく話になると思います。もちろん療養者、自宅調整者、こういうものも入ってくるわけなんですけれども、問題はそのまん延防止のですね、いろんな判断の基準がありますから、それと見てどうだという話だというふうに思います。あとは、都道府県それぞれお考えがどうであるか、そういうことも当然お聞きをしなきゃなりませんし、そういうものを踏まえて専門家の方々のご意見をいただいて最終的に判断をするということになろうと思います。ちょっとまだですね、ここ数日間この今の低下傾向がどうなるかというのはちょっと我々も注視をいたしております。どこかではやはり、0.5 倍強ぐらいの数字がですね、だんだん止まってくる。これはもう致し方がない話でありまして、それがどうなってくるのかということをしっかりと見ていただかなきゃなりませんので、まだ今の時点でですね、まん延防止どうだというような話ではございませんので、しっかりと判断を注視しながら最終的に判断をしていきたいというふうに思っております。はい、どうぞ。テレビ東京です、はい、次の流行のですね、端緒をつかむために、ね、重要されている承認されているですね、精度の高い、抗原検査キット、これをですね、広く薬局で販売できるようにする方針で検討されているかと思いますが、現状のですね、検討の実施状況、検討状況ですね、いつ頃までに薬局で企業を利用したいのか、目標等ございますか。これですね、要はご本人が症状がそれほど出ていないけれども心配であるという場合にですね、使われるというような、そういう目的でですね、手軽にって言い方がいいのかどうか分かりませんが、手に入って検査ができるというような使い方ができないかというのは、これは規制改革会議の方でもですね、以前からそういうご要望をいただいておりました。で、最終的に今検討中でございますが、これによってですね、言うなれば仮に陽性になって、そして医療機関に行っていただいて、そこで確定の検査をやっていただかなきゃならんというものでございますので、そういう意味では言われる通りですね、どうなのか、これ風邪なのかコロナなのかちょっとよくわかんない、なんかちょっといつもとちょっと違うけど、咳しているわけでもないし、熱があるわけでもないしというような、そういう方々おられますよね。で、そういう方々に対してですね、こういうものを使っていただければ、早めに見つかればそれによって療養いただいて、ご自身の悪化も防げるし、一方で感染を広げることも防げるというような使い方でございます。我々としてもですね、こういう使い方は一つあるだろうと。もちろん抗原検査キットの場合は明確な症状が出てないと、なかなかウイルスをですね、捕まえられない、つまり陽性か陰性か判断できないというようなことをおっしゃられる方々もおられて、実際医師が診断するためにはやっぱりそういうものがなきゃいけないんですが、しかし今このデルタ株でウイルス量が増えていると言われている中でですね、なるべく早くそういう方を見つけるというのは、これは見つかったら見つかった方がですね、より感染者を療養の方に持っていけるわけでありますから、そういう方向性というもののもとでですね、今検討をしておりまして、早急に判断をさせていただきたいと
というふうに思っております。我々としてもですね、そういうような方法は一つ大きな方法であるというふうに期待をいたしております。はい、東京新聞の島本です。新型コロナ対策として加算している診療や介護報酬の特例が9月末で期限を迎えると思うんですけれども、打ち切った上で補助金で対応とするという報道もありますけれども、財務省からの交渉状況を教えてください。はい、これはですね、まあ、かかり増しの経費やいろんなものがかかるということで、そういう意味で、まあ、診療報酬でですね、まあ、基本的なところで、初心最新で定数加算して見てきたというものでありますが、これに関して申し上げればですね、まあ、この感染対策の部分ですね、かかり増し経費がかかるじゃないかと、こういうような部分に関してはですね、言われる通り、まあ、実費補助という形でですね、まあ、切り替えをしていくということ、それからそれ以外にコロナ患者へのですね、いろんな診療治療に対する診療報酬、これもですね、まあ、拡充しようと、今回そういう形を取らせていただこうということで、検討させていただいております。合わせて小児の方は、まあ、100点ついてたものが50点というのは以前からも決まっておりましたので、これはこれとして、そのまま対応すると、もちろん補助金は補助金でありますけれども、そのような形で財政当局とですね、調整中であります。もちろん、障害それから介護、こちらの方の部分もですね、まあ、同じような形で、特例から報酬上の特例から補助の方にですね、切り替えというようなことをですね、今財政当局と調整中ということでございます。はい、おはようございます。インターネット報道メディアで WJ の浜本です。よろしくお願いします。政府のワクチン政策について伺います。田村大臣は以前2月の会見で、ワクチンについて世界中で感染予防効果があるということ自体が認められているということではないと述べておられます。その言葉を裏付けるかのように、現在世界中でブレイクスルー感染が増加しており、ワクチン接種ありきの対策は早急に、見直されるべきですが、政府は接種の進展を理由に国民への行動制限を緩和し、さらにワクチンパスポートをデジタル発行するとしています。予防効果のないワクチン接種の進展を理由に行動制限を緩和することは市中感染を再び増やし、またもやリバウンドを呼ぶだけではないかと思います。また努力義務であるワクチン接種でパスポートを発行し、公的サービスなどを制限することは大きな問題となるのではないでしょうか。感染予防効果のないワクチン頼みではなく、現在国民の多くが自己負担で受けている民間の PCR 検査を受けたいときに何回でも無料で受けられるように、検査機関に補助金を出すなどして制度化し、陰性証明を発行してそれをもって行動制限の緩和に活用する方が合理的ではないでしょうか。大臣の見解を、ご教示ください。よろしくお願いします。まあ、そのワクチンというものは基本的に国は積極干渉しています。しかも努力義務をおかけをして国民の皆様方に打っていただきたい、こういうことをずっとお願いしてきておりますので、全く自由というわけではなくて、国としてはそういう方針をしっかり出させていただいています。その上で、まあ、ワクチンの、まあ、感染予防の効果っていうのは、なかなかその実際問題、ワクチンを申請いただいたときにですね、薬品申請いただいたときに、まあ、そこまでは明確に示されていた、いるわけではないんですが、ただ、まあ、デルタ株以前のアルファ株の時にはかなりワクチン打って欧米減りましたね、感染が。でデルタ株でそれが一定程度そこまでの効果が出てこなくなってきているんです。ただ今回日本のですね、今の感染新規感染者の減少、これに対して専門家の方々のご意見はやはりワクチンの接種が新規感染者を減らしている一つの大きな要因であるということは、これだけじゃありませんよ。それは専門家の方々もおっしゃっておられるので、なかなかその明確にですね、まあ、どれぐらいこれによって減らせるのか感染者がっていうような、そんな研究がですね、しっかりと世界的に確立されているわけではないんですが、ただ専門家の方々もやはりワクチンの、まあ、感染を抑える力というものは一定程度認めておられるようでございます。そういう意味ではやはりワクチンを幅広く打っていただくということ大変重要ですし、
合わせて言われるような、まあ、陰性証明みたいなものを使ってですね、何らかの、まあ、行動規制を一定程度緩めるというようなものに使えないかということをですね、今内閣官房で検討いただいているわけなので、そういう意味ではワクチンを打っておられない方々もですね、陰性証明なんかを使いながらという形を、まあ、検討中であると。ただしその先ほど申し上げておりますが、ワクチンを打たれない方々はですね、陰性証明があってもそれ人にうつすリスクを低減しているだけで、自分が感染した場合に、重症化するリスクというのは低減されていません。ワクチンは自分が感染したときに重症化するリスクを大幅に下げるものでありますから、陰性証明でですね、いろんな行動をされる方々はそこのところは十分理解いただきませんと、ご自身にとってみればですね、感染させられた場合に重症化する可能性があります。自分が大変な目に遭うというような可能性が決して低減されていないということをご理解をいただきながらですね、そのようなパッケージというものをうまく使っていく必要があるんだろうというふうに思います。いずれにいたしましても不当な差別等々が起こってはなりません。そこは我々もこれからもしっかりと注意喚起してまいりたいというふうに思っております。はい、医薬経済社の宮本です。すみません、アビガンの安全管理策についてまたお伺いします。サリドマイドの同じく再帰省という危険性があるサリドマイドの薬害被害者の団体からも、厚労省に対して観察研究は、厚労省が補助金を出していて他備蓄用の薬剤も提供して行っているならば責任を厚労省が責任を持って行うべきであるという声が出てまして、胎児暴露が起きないような万全な安全管理策を講じて研究が行われているのかどうか、必要な情報も開示してほしいとの声が出ておりますが、現状のアビガンの観察研究の実施体制であるとか安全の管理策について大臣の見解をお伺いします。基本として妊娠されている方で使わないと、それだけではなくて、これからですね、子供を育もうとされる方々、これは男女ともです。そういう方々は使わないと、使ってもらって困るということを徹底をさせていただいておりますので、今言われたようなことが起こらないように、まず使用者を限定するということ、ここが非常に重要でございますので、ここは今までも徹底してきておりますけれども、しっかりと周知をこれからも努めてまいりたいというふうに思っております。よろしいですか。はい、以上でございます。